ハロエブリワン、ようこそ山岸豊です。今日はこちらのフェラーリ 296GTB を紹介したいと思います。今日はフェラーリ 296GTB に乗っています。フェラーリ 296GTB はファントゥードライブを求める方にとって最高峰のドライビングプレジャーを味わせてくれるプラグインハイブリッドロードカーで、360モデナや F430 と同じ 2600mm というショートホイールベースを採用されています。ドライバーの背後に搭載されているパワーユニットは 2992cc の排気量から663馬力を発揮する V 型6気筒DOHC ターボエンジンで、発足 DCT のトランスミッションとの間に167馬力を発揮する MGUK が組み合わされ、パワーユニットの最高出力は830馬力を発揮する後輪駆動のプラグインハイブリッドロードカーです。メーカー公表値の動力性能は0-100km加速が 2.9 秒、最高速は330キロに達するそうです。ショートホイールベース化されたことと、120度のバンク角を持つ低重心でコンパクトな V6 ユニットと、コックピット真後ろにハイブリッド用バッテリーを搭載するなど、デッド軸周りの慣性モーメントを最小化することによって、まるでレーシングカートのようなクイックな運動性と操縦性が得られているということで、タイトコーナーが連続するこのワインディングでどんな表情を見せてくれるのか、とても楽しみです。車は徹底した軽量化が施されており、車両重量は1470キロに抑えられています。前後の重量バランスも約フロントが40、リアが60というミッドシップレイアウトのスポーツカーにとって理想値を達成しているみたいです。ロードカーのフェラーリをドライブする上で大きな魅力の一つであるエンジンサウンドですが、開発陣からはピッコロ V12 という愛称で呼ばれた F163 型 V6 ユニットは等間隔爆発の完全バランスを実現しており、エンジンの V バンク中央に IHI 製タービンが配置され、頭頂エキゾーストマニホールドからはまるで V 型12気筒エンジンのような音色が聞こえるそうです。乗り心地重視のウェットモードは東京のストリートで試していますので、スポーツモードで走行を始めてみようと思っています。一体どんなキャラクターを見せてくれるのか、とても楽しみなんですけど、残念ながら今日は朝からとっても霧が濃くて前方視界がかなり悪い状況なんですね。まあそれはGoPro の映像をご覧になっていただいたら理解していただけると思うんで、やっぱりね、危険は犯せないんで、この状況の中でできる範囲の車のキャラクターをつかめたらなと思っています。まずね、踏み始めからターボラグが全くないんですよね。これはね、MGUK ユニットの恩恵ですね。
ですけど、打角はねとっても少なめでちゃんと曲がってってくれるんですが、切ったら切った分だけね向きを変えてくれるんですね。なんかこのセットアップはねすごいローマにね似てますね。ローマもフロントに重量物のパワーユニットが搭載されてるんで、切ったら切っただけね曲がってくれるっていう性格でしたけど、まさかねこのねフロントが軽いね 296GTB でも切ったら切った分だけ曲がってくれるっていう、このアンダーステアのあの字もないハンドリングはこれは素晴らしいな。あとねブレーキのコントロール性が素晴らしいですね。ちょっとね打角が当たってる状態でブレーキを当ててあげてもねしっかりと減速してくれるんですよ。本当はセオリー通りでないんで良くないんですけど、こういったねワインディングだと調整的な減速を試みるんで、そういったねシーンでこのブレーキの扱いやすさはすごく心強いですね。アクセルもねミリ単位で敏感に反応してくれて、カーボンラグが、ね、全くないのこのエクゾーストノートでも分かっていただけると思うんですよね。それとウェイトが本当に、ね、ライトウェイトではないんですけど、実際にはでもね身のこなしは完全にライトウェイトスポーツカーのそれですね。安定性がすごく高いですね。これはね可変のリアウィングがかなりブレーキング時に効いてるはずです。どうしてもこの素晴らしいエキゾーストサウンド、まさにピッコロ V12 って呼ばれるだけのことはありますね。この快音だけでもねワクワクさせてくれますね。それでは次はレースモードにして走ってみたいと思います。明らかにスポーツモードよりもアクセルに対してパワーの出方がリニアになりました。でサスペンションも少し固まったようで、ロール量がね若干減った感じですね。あ全然違う、コーナーのグリップの粘り方がこちらのレースモードの方が全然粘ってくれますね。やはりねサスペンションのストローク量が減った分だけハンドリングもクイックになりましたね。レースモードだとまさにレーシングカート感覚のハンドリングっていう感じで味わえるかもしれないですね。視界がちょっと悪すぎてこれ以上ペースを上げられないですね。荒れているところもすごくトラクションがかかり目がいいですね。最後に少しだけトラクションコントロールオフ試しています。
ションだと全く限界までは近づけないですね。今年で100周年を迎えたルマン24時間レースのトップクラスへ、50年ぶりにワークス復帰を果たしたハイパーカーカルスのレーシングカーフェラーリ 499P が見事に総合優勝を成し遂げましたが、そのウィニングマシンである 499P に搭載されたパワーユニットと同じアーキテクチャを持つこの 296GTB にこのタイミングでねドライブできたことをとても光栄に感じています。ロッソイモラという美しいボディカラーをまとっている 296GTB のスタイリングは、1965年のルマン24時間レースで総合優勝したフェラーリ 250LM のデザインをモチーフにしていることからも、ルマンというレースに対してとても強い結びつきがあるモデルなんだなと思っています。サーキットにおいても 296GTB は信じられないぐらい俊速で、フィオラのテストトラックでのベストラップは1分21秒、とてつもないタイムを記録していますよね。そしてなんとドイツにあるニュルブルクリンクサーキットのノルドシュライフにおいてなんと7分切りを達成したそうなんですね。もうねロードカーの領域としてはもう世界最速って言ってもいい部類に入るものすごい性能なんですよね。それをねこのコンパクトなボディサイズと新開発の V6 ユニット、そして MGUK を組み合わせたプラグインハイブリッドロードカーで達成したっていうフェラーリのね開発陣はとてつもない仕事を成し遂げたと思います。高速道路を走ってきて気がついたことなんですけど、風切り音が今まで乗ったことがあるフェラーリの中でもどのフェラーリよりもとてもノイズが少なくてびっくりしました。この空力を極めたコンパクトで美しいスタイリングと快音を奏でるエキゾーストサウンド、開発陣が狙ったファンテュードライブを実現しているハンドリングと運動性能の高さなど、このフェラーリ 296GTB は最高峰に位置するドライバーズカーだと思いました。いやー今日はね天候も天候だったんでとてもエキサイティングな経験をさせてもらいました。ハイブリッド用のバッテリーがフル充電された E ドライブモードでの走行距離はマックス25キロまでエンジンを使わずに走れるそうで、早朝や深夜などの静かな時間帯でガレージから出し入れする際にはとても重宝しそうですね。今日はちょっと残念なお天気だったんですけれど、それでもこんなコンディションの中でも恐怖心が抱くことなくかなりのペースで走れちゃったっていうね、この乗りやすさ、懐の広さ、そんなすごい一面を見せてもらったような気がします。今 E ドライブモードなんでとっても静かで快適ですので、こんな走りまで実現できちゃったフェラーリってね、これからのニューモデルもとっても楽しみですね。Thank you for watching. 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。